シモンズ。これはこれは珍しいお客さんだ。ダメ、待って。おー、バーキン君、いいところに来た。今すぐこの二人を捕まえてくれ。あなたがテロに関与しているというのは本当ですか？なんだ、君まで奴らに戯言を吹き込まれたのか。答えてください。アメリカのため、ひいては世界の安定のためだ。大統領を殺したことがアメリカのためか。大統領が死んだ。そうなんだよ、レオンのせいでな。どこまで卑怯なの。片付けろ。あっちの二人はまだ使える。たく無茶しやがって。で、この先どうすんだ、英雄さんよ。あのドアまで走れるか。戦わないのか。お前はシェリーを守ってくれ。早く出てこい、私も忙しいんだ。二人はどうするの。シモンズを片付ける。これにシモンズの欲しがってる情報が入ってる。シーウィリスを止める方法。ありがとう。 FOS に二人の保護を頼んどく。さあ行け。外の連中に伝えろ。あの女、やられた。シモンズが逃げる。行くぞ。ここで終わらせるぞ。どこだ、シモンズ。これ以上好きにはさせない。あなたのくれたものをそっくりそのままお返しするわ、シモンズ。最初は怖くてたまらないでしょうね。でも安心して、元から人手なしのあなたが人間じゃなくなるだけよ。地球上の全人類と一緒にね。諦めろ、シモンズ。逃げ場はない。まだ私を追ってくるのか。それよりあの女を捕まえろ。あの女？裏切り者のエイダ・ウォンだ。あの女、何かを企んでるぞ。そっちは仲間が追ってる。諦めろ。もう逃げられない。お前は大統領の敵討ちに来たつもりでいるのか、バカめ。あいつがラクーンの真実を公表していたら、アメリカの権威は地に落ち、世界の政治秩序は崩れ去っていた。災いを防ぐために別の災いを生み出したの。大勢を犠牲にして。まだ分からんのか。あいつこそが私の作り上げた世界を滅ぼす元凶だ。あの女、よくもやってくれたな。
あの女も貴様らも私のこの手で葬るさせてやる。
貴様ら、ね、何も分かっていない。私が死んだらどうなるのか。世界がもっとマシになる。現在タッチで市民を避難させている。これで終わったの？わからないが、やるべきことはやった。行こう。あ、そこ列を乱さない。ここはシーウイルスの被害がありませんが。なぜなんだ。終わったの？ああ、終わった。レオ、大変よ。シェリーと連れの男が拉致されたの。あなたたちのいる場所から80マイル沖の海底油田にいるわ。なぜあの二人を？情報よ。シェリーから預かった。どういうこと？シーウイルスの止め方が入ってるはずじゃん。ジェイク、ハニガン、油田付近に展開している BSAA はいないか？ちょっと待って。あれは何？クリス・レッドフィールドを確認した。彼の戦闘機につなぐわね。クリス・レッドフィールド。レオ、今どこにいる？クリス、ターチーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ。